皆さんこんにちは、マサラニュースの時間です。今回は2020年3月15日現在におけるコロナウイルスをめぐるインド国内情勢についてお伝えしたいと思います。まずはじめにインド国内の感染者状況についてお伝えさせていただきます。3月15日現在コロナ感染者は108名、死者は1名となっております。次に、気になるビザの状況についてご説明申し上げます。3月12日発表の、資料によりますと、4月15日まで、全てのビザが停止されます。一部例外で外交、公用、国連または国際関係、就労、それからプロジェクトビザ、に関しては例外規定ということになります。また隔離の状況でございますが、2月15日以降に中国、イタリア、イラン、韓国、フランス、スペイン、ドイツ、いずれかの国に渡航歴のある人はインド国籍であっても、インドに入国した際に14日間隔離措置となります。次に3月15日現在のインド国内の状況についてご説明させていただきます。インド政府は3月31日までムンバイ、バンガロールにおいてモール、シアター、ジム、プールなどの全面閉鎖、デリーにおいては映画館の全面閉鎖を発表しております。最後に日系の航空会社のインド線の状況です。まずは日本航空ですが、3月29日から予定をされていた成田バンガロール便、就航停止となりました。実際の開設予定は未定とのことです。またすでに就航しておりますデリー便ですけれども、こちらはほぼ週3便に減便という措置となっています。そして全日空の状況ですけれども、成田ムンバイ便、そして成田チェンナイ便が3月28日まで一時運休、そして成田デリー便は週3便に減便となっております。速報です。現在のコロナ情勢を受け、インドの街角の声が入ってきているようです。現場から中継です、グッチさん。はい、こちら現場のグッチです。それではグルガウン在住者の方にですねインタビューしたいと思うんですけども、あそこに誰かいますね。ちょっと早速行ってみましょうか。今何されてるんですか？いや、コロナから隠れてます。なんで隠れてるんですか？危ないからです。あんまり近寄らないでください。ちょっと答えてください、はい、逃げないで。最近のこのコロナの状況を受けてどうですか？いや最悪ですよ。もう予定がもう完全まるっと狂っちゃって、もう今頃海外で遊んでる予定だったのに結局行けなくなっちゃって、もうインド国内で最悪ですよマジで。はい、他の方にもインタビューしてみたいと思います。あそこに人がいますね。ちょっとインタビューしてみたいと思います。すみません、よろしいですか？あ、はい。今何されてるんですか？コロナが過ぎ去るのを待ってました。なんかインドの対応ってどう思いますか？そうですね、今108人ですか。それで、全部閉鎖してビザもやめてやってますね。あれ、日本どうなんですか、あれは。あのね、安倍さんとかさ、ちゃんとやってるんですか、あれって。なんか特別対策措置法とかやってますけど、あれどうなんですか、あれって。ちゃんとやってるんですか、日本って。いや、本当ね、自己防衛ですよ。コロナ対策って何されてるんですか？いや、もちろんやってますよ。目には目を、コロナにはコロナ。最近のコロナについてどう思いますか？いや、本当に危ないですよ。コロナに負けない体を作る、それが僕たち駐在員にとって必要なことです。以上、現場からでした。以上、現場からの声でした。引き続きアップデートがありましたらこちらの方から、ご報告いたします。まだまだ、コロナウイルス、広がっている状況ですので、皆さん引き続き手洗い、うがい、健康管理、体調管理、皆さんお気をつけください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。
かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。